平和。
ね、これね。Thank you.
足も見た、それに、まあ、失意を春物に準備した今の方が、とってあったすげえ、今ってそれは何言ってくれたの、何言ってくれたの、わからないものに、そして逆に死んだ時は、この道を覆う前に着くと、見たものを断然に報告するのですが、なんて兵隊に自分自分、一人一人、
これは昔、今はね、電気で海
10分の仕組みから。
チュニコッてね、ダビデはね、これもね、持ってね、出発するの。これは聖書ですね。25章の14章従者の一人がね、報告するんです。そしてあのダビデはご主人に祝福を求めて、あれのからしたよこしたのに、ご主人は彼らを罵りました。あの人たちは実に親切で、実に親切で、我々が野に行ってダビデたちと共に。移動している時も我々をない何かもしなくなったことがない何かないもってくれた。私たちはこのダビデで羊をこの飼っている時、いつもダビデたちが昼の我々の防壁となってくれましたね。そしてご主人にもこの家全体にも我々のあなたが今何をするか考えて皆さんこのね、しもべらに熱心にこれに訴えてお願いしたい、今決心して自分の心を決めてください。もしあったらみんなが殺されて、そして本当は私たちの嫌いの主人を直接言いたいというのか、難しい人が奥さんにアビガイルにね訴えるの。アビガイルはあの聖書の言葉で聡明から知恵もあって正しい判断もできるよ意味なんで、聡明ね。準備を始めてサンデー
ヤギはね、今パンダね、200と、そしてね、ブドウ酒、ブドウ酒、ブドウ酒がね、このね、皮袋、昔のね、今だったら水筒とか、いろんな、昔はね、入れ物がなかったら、羊とかヤギを殺して、そして、全部取って中を出して、出して、そしてこう縛る。縛って、入れて、ここ、ギュッと、そして、担いとった。そしてこれはね、便利な、今だったらね、海で。俺も川をね、こう渡るときやなんかね、ふくらして、浮き輪にしてね、もう川とかなんかね、こう泳ぐ。時々、あるんですね。でも本当はこの皮袋をね、作って、で羊の、どうだったらわからないよね。どれぐらい入れたのかわからないんで、2つ持って、そして、ね、羊を殺して、料理した羊が5つ、そしてね、入り、麦が割る。麦がね、だいたい39リットル、そして干した一軸が200個準備して、ロバに乗せて、そして持っていた。そしてこれだね、時にね、すぐに、ダブデの前に入れしてね、お願いするんです。そしてあなたの命は主が守って、主の命の袋に入れられて守られると、他のものができません。あなたの命は主が守っておられる、大丈夫。そしてあなたはやがてイスラエルの王になる方、もし今私主人を殺した長男が王になった時に、ことを思い出し、心を痛めて、自分が求め思います。出てみどうかね、お願いするんです。もし簡単な我なんか簡単けれども、何か将来必ずサウンドが死んだのがあったなるなった時に、あなたがね、僕に言うけどどうしたってことをね、思い出して、そういうのがないと、どうか今やめてください、お願いするんですね。そしてあなたはこんなちっちゃい戦争で完全の主の戦いできるね、大事な体です。主の使命はあるの、どうかちっちゃいから頑張らされると許してくださいってね、お願いするんです。そして本当は
多分ね、このアビガエルと、アビガエルとね、このダビデの家来たちのダビデをね、整えたと思うんです。これダビデなしに、ね、そしてこのダビデの家来の、なんか、あの、生涯サウルに変わって、一切の多いな、本当、これ思うんです。今、次に、自分で、な、読みに行くね、この家来もダビデを思うんですね。そして、自分は正しい。思っても、ね、他の人のね、こういうところ、
つないとった。そしたらね、全部ヤギや周りを食べたり思って、ね、今度は降りようとして下の降りようと思って、ね、首吊って死んだ。首吊ってで本当はね上にこの杭の上に上がったらあるけれども見た上思って、ね、ここに行こうと思って足で突っ張って踏みつって剣でもね仕方がないですね。そしてまたねウサギウサギもね飼ってた。あのねウサギはね止まってうんこいっぱいこいつがうんこが出る。そしてねあのおしっこがとったらトイレでね流れるようにしとったんですが臭い、うん、けれどもいろいろとねこんな鳩を飼ったりねいろいろとね好きでやりましたけれども、ね、本当はねあの動物の世話をするのは大変ですね。昼も夜もね食べ物とか水を与える必要がある。それをねダビデたちはねこの家来を守ってそして一緒に助けてこれらをねナバルの家来たちを守って、そしてナバルができたのも本当はダビデたちのようで助けがねあったんですね。それをナバルは怒って追い返したんです。で本当はねあの賢い大事なしもべとかねこのねおかげでナバルは財産を、ね、持つことができた。で最後は神様の裁きに、そしたらこの財産はダビデのルカでねイエス様が豊作で、そして今度は新しい蔵を建て入れた。そして自分の魂安心性あそこも多分準備できた安心性とかだったら神様は今度はそしたらあなたが準備してくれた。誰が食べたいの自分ではね、大丈夫と思っても、お互いに、ね、たったとしてね、この時の習慣が一つあります。大切な習慣、一つはね、もし旅人が来たらね、もし5人でも10人でも、もし旅人が来たらね、十分に水と食べ物を与えるような習慣があったら、その習慣を、その次に神様は名前をねやっぱりね裁き、で私たちはね自分が飛んでるね良い神様の祝福を、そしてまたねいろいろなあの政府とかいろいろな経済の状況に関係なくもし自分がね与えることができる持ってたらねやっぱりね。そしてこんなイエス様ですね、僕の父にも
72年にね言われるんですね。そして平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人やその家に届かる。もしなければその平和はあなた方に戻って、神様はじめて僕の家に来ます。どうぞ僕の家に家族に神様の祝福と守り平和を与えられますようにと祈って、もしそこの家族がね心を開いて受け入れてくれたら、この家庭はね平和祝福されるけれども、もし帰りたいあったらね、皆さん落胆しないで、あなた方が70年あなた方が祈ったその祈りは、ね、平和と祝福の祈りは自分に今度は帰ってくる。言って同じにこの祈りは今度は神様があなた方に返してください、返してください。だからまず何か家で訪問してもでやったら、まずこの人に平和がありますように祈る、挨拶するのが大切なの。まずこの家に平和があるのと言いなさい。そしてね、イエス様のね願いは私たちの生活、この家にあなたに平和があるように、だから神様からもあなたに神様からも祝福があります、祝福がありますように、同じ意味なんです。そしてもしあれば、ね、自分たちが祈った祈りの神様が与えてくださって、手なしに平安に、ね、行きます。これはね、イエス様の今の、ね、約束なんですね。ラゼがナバルの家で、あなたの家に、あなたの家に、あなたの全てにね、平安がありますように言うたら、イエス様のことは同じなんですね。これはダンテの言葉ですね。次のように言うがより、あなたに平和、あなたの家に平和、あなたのもの全てに平和がありますように、ダビデは言われたように命令したのです。イエス様は今も私たちにね、これ同じです。もし知らない
Amen.